紅白歌合戦の出場が決まりましたね。類まれな歌唱力と大人の美しさで、人気演歌歌手として聴く者を魅了してやまない坂本冬美さん。しかし、その評価が高まるにつれ、手放したこともあるようです。ベールに包まれた彼女の半生を、気になって調べてみました。坂本冬美さん。本名も同じ坂本冬美で、1967年生まれの現在54歳。和歌山県のご出身で、家族は、ご両親と姉と弟の5人家族。坂本さんの名前の冬美は、生まれたのは春でしたが、雪のように肌が白かったことで、叔父が冬美と名付けたのだそうです。小学校時代に、祖父と一緒に見ていたテレビで、石川さゆりさんの津軽海峡冬景色を聞いて、それ以来、演歌歌手を目指そうと思ったのだとか。中学に入ると、ソフトボール部へ入った坂本さん。キャッチャーでキャプテンを務めていましたが、ここでハプニングが起こります。そのことを知った坂本さんの祖父が、なんで歌手になる、うちの子がマスクつけて、顔隠して、こんな危ないポジションやんなきゃいけないんだ。と、マジで抗議した一幕もあったとか。高校を卒業して、大阪にあるレストランで、経理として勤めましたが、4ヶ月で退職。その後、和歌山の梅干しメーカーに入社してからも、働きながらカラオケ教室に通って、本格的に歌手を目指しました。そして、その努力が実ります。1986年、NHK 勝ち抜き歌謡天国で名人となり、関西演歌大賞カラオケコンクールでも優勝。犬又幸昇さんに見出され上京し、内弟子となります。そして、1987年、暴れ太鼓でデビューすると、なんと、いきなり、80万枚の大ヒットを記録。第29回日本レコード大賞など、数々の新人賞を獲得して、瞬く間に、スターダムの階段を駆け上がったのです。翌年、NHK 紅白歌合戦に初出場以来、今年で33回目の出場ということになります。まさに、順風満帆に見える坂本さんですが、実はプライベートはそうではなかった。そう言わざるを得ない話があるのです。その中でも真っ先に思い浮かぶことが、今までどうして結婚してないのか。理由の一つには、出会いがないからということですが、というのも、坂本冬美さん、20歳で歌手デビューして以来、ヒットを連発。人気歌手となったのはいいのですが、活動が忙しすぎて、婚期を逸したというのです。2015年のクリスマスライブでは、50歳までには何とか結婚をして、一度は名前を変えたい。と語っていたこともありましたが、その願いも叶わず、現在に至っています。仲のいい演歌歌手の伍代夏子さんも、心配しているそうですが、伍代さんによると、坂本さんは自身のことを、頑張り屋で豆で尽くすタイプなので、結婚には向いている。と言っていたそうです。しかし、伍代さんから見ても、坂本さんに、一番必要なことは出会いなんだとか。しかし、違う見方もあって、坂本冬美さんは、知る人ぞ知る。筋金入りのイケメン好きなんだとか。ケミストリーやジャニ系アイドルや、俳優の城田優さんやイ・ビョンホンさんなど、周囲には常にイケメンがいることから、自然と男性を見る目が肥えてしまったから、という可能性があるのだとか。なんか、残念な状況に身を置いている坂本さんですが、実は、以前、結婚を考えた人がいたそうです。その噂されたお相手の一人が、なんと、東証と言われた野球人の子、星野仙一さん。休業期間中に隠し子を作ったなどの、噂が飛び交ったこともありました。坂本さんとは会ったこともないという星野さんは、プライバシーの侵害で訴訟を起こしていますが、裁判所では棄却されたということです。もう一人は、お笑いトリオ、我が家の坪倉義行さん。二人は、某テレビ番組で共演歴があって、番組ではデートする企画などもあり、それをきっかけに親しくなったと言われています。坪倉さんは本気だと言われていましたが、
その後の展開は不明です。いずれの話も噂の息を出ませんし、坂本さんクラスの大物となると仕方ないことなのかもしれませんね。坂本冬美さん、実は芸能界引退まで決意したこともありました。なぜそうなったのか気になって調べてみると、それはある事故が原因でした。1996年暮れの紅白歌合戦で大トリを務めた翌年、父親が和歌山県の漁港で車の衝突で命を落としてしまったのです。坂本さんの父親は出稼ぎや漁師、土木作業員など若い頃から家族のために一生懸命働いていたのを見てきたんだとか。だから母親にはとても厳しく育てられたんだそうです。中学時代から歌手を志し、高校卒業後は働きながら歌手を目指していた坂本さん。たまに家に帰ってくる父親はとても優しくて、そんな父親に坂本さんは思いっきり甘えていたそうです。このかけがえのない父親の旧姓は大きなショックだったに違いありません。実は坂本さん、1996年の紅白歌合戦の前には虫垂炎の手術を受け、1997年の3月に膵臓炎まで発症していたそうです。そんな中、最愛の父親を失ってしまい憔悴しきってしまった坂本さん、当時を振り返ってこんなことを、父の死を受け入れられず人生の応援歌を歌うのが精神的に辛くなった、何のために歌っているのかその意味すらわからなくなったのです。その気持ちを押し殺して活動していたのですが、ついに限界を迎えてしまいます。坂本さんは2001年に無期限の活動休止を宣言。デビュー15周年の2002年3月まで活動し、それから1年ほど活動休止することに。もう身も心もボロボロだったといいます。一切の芸能活動を休止して持病の膵炎の治療に専念するため、和歌山の実家へ休養を兼ねて戻ったり、旅行や温泉へ行ってのんびりされたそうです。しかしそんなおいしいネタをマスコミが放っておくわけがありません。都内の自宅の売却など身辺整理をして故郷の実家へ戻ったということをいいことに、重病説や死亡説、さらには隠し子出産説まで根拠のない様々な噂話が飛び交いました。もうその頃の坂本さんは歌に対しての自信を完全に失い、人前で歌うのが怖くなってしまい、ついには引退しようとも本気で考えていたんだそうですね。そんな時に芸能生活65年の二葉百合子さんが岸壁の母を熱唱する姿に心が釘付けになったそうです。あなたも歌の壁にぶつかったのね、それは成長の証よ。この二葉さんの言葉でハッとした坂本さん、弟子入りして毎日彼女からのレッスンを受け、やっと自信を取り戻すことができたのです。2003年4月に歌手として完全復活した坂本さん、2009年にはビリーバンバンの曲のまた君に恋してるが大ヒット、2020年には大ファンだったサザンの桑田佳祐さんが作詞作曲を手掛けたブッダのように私は死んだを歌い、紅白歌合戦にも出場しています。 PV は鳥肌ものの衝撃でした。そして2021年も33回目の紅白出場が決定。 YouTube チャンネルでもファンを楽しませてくれていますね。休業から一皮むけた坂本冬美さん、引退危機など大変なこともありましたが、恩人の二葉百合子さんのおかげで最高の第二の歌手人生を迎えることができましたね。結婚も無二の親友の藤あや子さんが55歳で再婚されていますので、焦らずにやってほしいと思います。年末に素敵な歌声を楽しみにしています。最後までのご視聴誠にありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。